毎度です。アメ車ドーナの第2弾、ラジオちょっと消そう。アメ車って壊れますかの質問、よくまああるんですけど、なんか唐突に漠然にアメ車って壊れますかの質問があるんですけど、何をもって、何年式の何年あたりのどんな車種でどんな状態なものが壊れるのかっていう、まあ、そういきなり壊れますかって聞いてくる人は、まあ、その興味があるのかないのか、まあ、そういう質問の人には、うん、壊れますって言っちゃいますね。まあ、新車であっても結局何年かすると壊れるんで、どんなものでも、車だろうと、バイクだろうとね、電化製品だろうと、うん、アナログな機械であろうと、うん、壊れるものは壊れます。で、もうちょっと掘り下げて、ちょっと将来的にこういう車何年式あたりの何々が欲しいんですよね、壊れますその車がどんな状態で乗られてたかも、うん、あるんだけど、いずれ壊れます。うん、まあ国産だろうと何だろうと壊れます。じゃあそれがいつ買うのかっていうのはもう将来的にと言われても、うん、それがちょっと来月ぐらいにとかじゃなくて、それが来年なのか10年後なのか、または定年してゆっくりして買うのかっていうのもわからないんで、いやそれは状態によるんじゃないのっていう感じですよね。で、どういうところを気をつければいいですかとか、うん、という質問であれば、あ、こういう質あのそうこういうところを気をつけといた方がいいんじゃないのっていうのは、うん、教えることを教えるっていうか、うん、教えるなんて上結構上からになっちゃうんだけど、まあ自分の今までの経験上ですね、うん、言うことはできますね。まあもう33年ぐらいアメ車乗ってるんですけど、やっぱね、まあエンジンミッションは最近のはすごく頑丈なので、まあオイル漏れがあったとしても、まあ、20万キロぐらいはだいたい、まあミッションは都会で乗ってたものに関するとやっぱ10万キロぐらいで一山来るかなっていう。だ自分らが19、20歳の頃なんかは、まあ、本当に10万キロぐらいでミッションがなんか滑り始めるっていうようなものが多かったですよね。結構私は外れが多かったです。特にキャデラックに関して、まあ70年代ちょうど私らが80年代の頃に、70年代のアメ車っていうのはやっぱり、まあなんだかんだ100万前後で出てるんで、ローン組んで、まあ、当時手取りが10万ぐらいだったんで、ローン組んでギリかなっていうのが100万ぐらいで、まあ、しばらく乗ってるとドライブ入れても、あれなんか進まないなとか、または、エンジン温まって、まあ、どっか駐車場に着いて、で今度は駐車場、まあ、コンビニでもファミレスでもいいんだけど、リバース入れたら下がらないとかね、うん、そういうのはありましたね。20代の頃 4、5台乗って3台ぐらい滑りましたね。うん、だいたい皆さんそんな感じで諦めちゃうんですね。もうアメ車は壊れると、うん、やめた方がいいよっていう。うん、だミッションだけは中が見れないのでわからないんですよね。でやっぱり私は買ったらまずミッションオイル交換しちゃうかなっていう、うん、で前のオーナーさんが分かってる場合は、あ、変えたばっかりなんですねとか、
まあ、これディーラー車で実装なんだよっていう場合は、あ、じゃあまだ買えなくてもいいですねっていう感じになるんですけど、あの正体がわからないアメ車はもう怖いですね。なるべく個人売買でも知り合いの知り合いの知り合い、まあ、知り合いの知り合いぐらいまでにして、あの車どうなのみたいな、ああ、あの人大事に乗ってましたねっていう、まあお話があれば、あ、じゃあ信用できるなとか、うん、そんなんかな。やっぱ個人売買で全く知らない人の車を買うときは、アメ車得意な人をあの連れてった方がいいんではないかなと思います。それでも心配な人であれば、うん、あの信用のできるアメ車屋さんで買った方がいいのではないかなっていうとこですよね。なんだろうな、どんな何台ぐらいだろうな、もう 4,50 台、もっと乗ってると思うんですけど、私はそれで感じたことは、まずメンテナンスは、特にもう古い車は必ずやるべきかなと思います。特にもう5年以上経った車は必ずあちこちで、だいたいまあ10万キロぐらい過ぎるとあちこちもう出てきますんで、センサー類とかね、まあエンジンミッションは頑丈だったとしても、最近のは、センサー類とか、それから足回りとか、それから補給類ですね、エンジンの周りの、まあウオポンだったりとかパワーステポン、パワーステ周りだったりとか、エアコンだったりとか、特にエアコンは、私はもう最近は夏にエアコンがないのは我慢ができないんで、前はだいたい買うアメ車、だいたい10台中9台はエアコンが効かなかったんで、ガス入れてもすぐ抜けちゃうとかね、我慢できたんですよね。もともと調理師で暑いところは全く大丈夫だったんで、だそれがまあ40を過ぎた頃、我慢できないような大人になってしまったというか、はっきり言って体に辛いと。だからエアコンは必須だなと。まあ特に雨の日も乗るんで、曇っちゃうと困るんでね。それとあとオーバーヒート対策、昔はオーバーヒート対策ってコア増しをしようとか、ラジエーターのね、いろいろあったんですか。あとパーコレーションを起こす場合は、じゃあキャブレーターの下にもう一枚あれを敷いて、あの熱がキャブに来ないようにとか、いろいろあったんですけど、当時は試行錯誤でやってましたけど、今はね、もう皆さん普通にカードと、あとインターネットができれば海外からパーツが買えるということができるんで、どこ行くの？ああ、なるほどね、大回りしないと入れないのね。なので、まあ、壊れますか？何年式の何々買うんですけど、こういうとこ気をつけといた方がいいんじゃないっていう。あとは、素性が分かってる車を買った方がいいですよ。まあ、記録簿がある車ですよね。まあ、あとは信用できる人だったら、こことここはやってんけど、ここそろそろ来るんじゃないみたいな。私も車売るとき、こことここはそろそろ注意した方がいいですよ、こことここはもう全部総入れ替えしてますよっていうのは教えますんで、まあそうそう、まあ向こうも買った人もね、じゃあそれもうパーツ買っとこうなんてね、だそれが壊れるまで、消耗品がダメになって取り返しがつかないことになってっていう人が、まあ若い頃の私のようなお金はなくて、まだ大丈夫だろう、まだ大丈夫だろうってやってる人は、壊します、で壊して、で取り返しがつかないぐらいな金額になっちゃって、で売りに出すと、で二束三文で叩かれるみたいな。それでまあ結局自分のせいだなのに、車のせいにするという、まあ、そういう諸先輩方のお話を聞いて、いや壊れるって聞いたんでとか
いや壊れるんじゃなくてそれは壊したんじゃないのって僕言い返したんですけどね。いやこうでこうでこうなって途中で止まっちゃったらしいんですよ。いや途中で止まっちゃったのはそれ、まあ、センサーなのか、まあ、古い車だったらなんだろうな、まあ、キャブだったりとか、それはメンテナンス不足なんじゃないのと言い返してしまいます。だ最終的にはあの余裕を持って、メンテナンスしてればそれでここそろそろ、まあ、ブレーキだってね、あのブレーキパッド覗こうと思えば覗けられるんで、それが嫌だったら車検前にもう半分残ってようが8分目残ってようが交換しろっていうことですよね。そうすれば別に覗く暇もないし、で私はもう今は車屋さんに任しちゃってますんで、うん、その分まあ、前は仕事上がってもう1日16時間労働とかやった後にまた車いじってましたからね、今そんな体力ないんで車屋さんに任してます。その分まあ、自分もまあ昔よりかはまあちょっとはね稼ぎが良くなったんで、あのちょっとしんどいなっていうところはもう車屋さんに任しちゃって、その分仕事を頑張るようにしてますね。自分の時間を取ったりとか、まあねもう50も半ばになってくるとなんか汗まみれまたはクソ寒い中やりたくないなっていうのもあるんですけどね。だから壊れますかの質問は極論は壊れます。でそれが嫌だったら普段メンテナンスを怠らない、または点検車屋さんに出す、信用できるところにね、うん、だ売るところ売るだけのところというのもまあ昔はあったんですけど、今はどっちかっていうと整備しっかりしてるところだけがまあ残ってますよね。もう30年も昔に比べると、うん、もう30年前は売るところばっかりで、いやメンテナンスこれでいいのかっていう、いやこういう仕上がりになったんですけどってよく後輩が店に来て、いやこれダメでしょっていうのもあったんですけど、今は淘汰されてですね、いいところ残ってると思うんで、うん、ちゃんとしたメンテ屋さんを探すのが先かなと思います。よっぽど、まあ、整備士の、ね、免許持っててアメ車に精通しててっていう人でなければ、まあいろんな諸先輩方を頼って、私地元ここなんですけどどこの車屋さん持ってった方がいいですかねって聞いてみたらいいと思います。なので、うん、壊れますかの質問は、壊れますと、うん、どうすれば壊れませんか、だから機械は普段のメンテナンスが重要です、うん、まあ答えになったかな、うん、だから若い子たちの壊れるんですかっつったら、若い先輩が、ああ俺はこうでこうでこういう体験があったよ、うん、それは壊れたんじゃなくて壊してるが正解かなと思いますね、うん、ということで、今日はアメ車は壊れますかの質問、でした。まあ次はこの車ではなくて、そうだな、来週ぐらいに50のリンコンができるんで、そのアメリカン旧車、うん、の、古いアメ車の、質問とか特集とか、うん、ちょこちょこ Facebook でいろいろ来るんで、そんな車動くんですかとかそういう質問が来るんで、まあそんな質問に、うん、の動画でも撮ってみようかなと思ってます。じゃあねー。